この花トゥルーリポート、第1話、新聞部の危機。さあめぐるくん、待ちに待った放課後よ。今日も張り切って部活開始。何そのため息は。立花さんから事前に聞いてはいたけど、この花学園がこんなに男子が少ない学校だったなんて。ああ、ここってもともと女子校だし、それがどうかした。なんでみんな女らしくできないんだよ。みんな周りが女の子ばっかりだと思うとつい気が緩んじゃうんじゃないかな。この年で女の子に幻滅したくなかったよ。何よそれぐらい、ちっぽけなことじゃないの。私たち新聞部はもっと大きなことに目を向けないとダメよ。それも頭が痛い理由の一つなんだけど。え、まさか今さら新聞部に入るのは嫌なんて言うんじゃないでしょうね。入るのはいいとしても、いつまで僕の部屋を部室にしてるんだよ。しょうがないじゃない。何しろ我が新聞部はまだ正式な部として発足してないんだから。じゃあ正式な部として発足させて、ちゃんと部室をもらって。めぐるくん、そういうことを言ってもいいのかな。あ、君が初めて部室へ来た日、私に何をしたか覚えてないとは言わせないわ。ちょっと待ってよ、あれはさ、私に痴漢したくせに。痴漢って、あれは不可抗力で。被害者の MT さん、コメントお願いします。はい、私が着替えてるところへ突然入ってきたかと思うと息が。うわー、わかりました。はい、わかればよろしい。なんでこんなことに。立花。あ、野々村先生。ああ、桃井もいたのか、ちょうどよかった。あのな、お前たちがやってるその新聞部なんだが。先生、次の号も期待しててくださいね。今めぐるくんともそういう話をしてたんですね。立花、桃井も落ち着いて聞いてほしいんだが、やはり学校側としては正規の部ではない活動を部と称されるのは困るということになってな。それってもしかして新聞部を解散しろっていうことですか。そんな。いや、正式に部として発足してしまえば問題はないんだ。部員を5人集めて誰か顧問をつけること。何、まだ 2,3 日の猶予はある。立花ぐらい行動力があればなんとかなるさ。二人で協力して頑張ってみなさい。わかったね。めぐるくん、こうしちゃいられないわ。行くわよ。行くってどこへ。決まってるじゃない、勧誘活動よ。ほら、さっさとする。ちょっと、あ、ちょっと引っ張らないで。勧誘だってそう簡単には。めぐるくん、私たちの大事な新聞部の存続の危機なのよ。あれ、みやこ、ももいくん、何してるの。あ、ゆうこ。そうだね、ゆうこ、一生のお願いがあるの。一生のお願い。新聞部に入って。急にどうしたの。実はカクカクしかじかで、あれがああしてこうなってて、あの部員を5人集めないと新聞部は廃部になるんだ。お願い、私は助けると思ってね、ゆうこ。でも私もブラスバンド部に入ってるし。掛け持ちでも構わないから。立花さん、あんまり無理言ったら大見さんが気の毒だよ。まさか大見さんにブラスバンド部やめろっていうわけにもいかないだろ。そりゃいくらなんでも私だってそこまでは。いいよ。え、新聞部に入ってあげる。でも何かあった時はブラスバンド部の方を優先っていうことでいいかな。ありがとう、ゆうこ。よーし、あと2人よ。ねえねえ、新聞部って興味ないかな。私もう部活入ってるから。あの、よかったら新聞部に入らない。パス、ごめんね。あ、新聞部の勧誘なんだけど。間に合ってるからいいよ。
なかなか見つからないもんだね。20人ぐらい声かけたんだけどな。すみません、職員室は。ねえ、さっきからあの子あそこで何してるのかな。新入生かな。ひょっとして校内で迷ってるんじゃ。見たことない子だし、多分そうじゃない。ねえ、そこのあんた、もしかして迷子？はい、職員室へ行きたいのですが、どこにあるのかわからなくて。ああ、職員室だったら、この廊下をまっすぐ行って、突き当たりを左に曲がればすぐよ。ご親切にありがとうございます。助かりました。それでは。で、これからどうするの？そうね。大見さん、どうかしたの？さっきからさ、向こうの壁に隠れて誰かがこっちをチラチラ見てるような気がして。まさか、ほら、なんて言ったっけ、橘さんの親戚でストーカーまがいの直人さん。やめてよね、心臓に悪いじゃん。橘さんでも苦手なものがあるんだね。君ね、私のことを何だと思ってるのよ。ねえ、やっぱり私たちのこと見てるみたいよ。やだ、君が悪いわね。めぐるくん、部長命令よ。え？あの壁の人物が誰だか確かめてきて。なんで僕が？いいこと？さりげなく近づくのよ。さりげなーくね。もう、まったく。こういうことは全部僕に押し付けるんだから。どこのどいつ？どう？なんだ、ここの生徒じゃないか。僕たちに何か用かい？お前、宮子先輩の何なんだ？何って、クラスメート兼部活仲間。なんだ、直人さんじゃなかったのね。ああ、よかった。宮子先輩！はじめまして！あれ？私のこと知ってるの？はい、宮子先輩は俺の理想の人ですから。なんて物好きな。じゃなくて、自分をぜひ新聞部へ入れてください。え、入部希望者？もちろん大歓迎よ。よし、これであと一人ぐらいちょろいわよ。一人ぐらいちょろいとかなんとか言ってたのは誰だったっけ？何よ、嫌み言うことないでしょ。ねえ、今日はもう諦めて明日また探さない？まだ顧問の先生も探さなくちゃいけないのに、そんなにのんびりしたことしてられないわよ。第一、部員が揃ってないと顧問だって頼みにくいじゃないの。それはそうかもしれないけど、この時間じゃもうほとんどの生徒は下校するか寮へ帰るかしてるよ。誰かまだ一人や二人は残ってるわよ。いいこと？とにかく今日中に部員を5人探さないと新聞部は廃部。それぐらいに思って必死に探すの。びっくりした。あれ？さっきの。あ、職員室はわかった。それが、やっぱり迷ってしまいまして。もう一度道を教えてもらえないでしょうか。え？キラーン。そうだわ。あんたこれからも校内を迷ってたら大変でしょ。そういう時は新聞部。新聞部へ入部すれば取材だなんだってみんなでいろいろと動き回ることになるし、嫌でも校内の配置なんて覚えるわよ。ちょっと橘さん、それって論理がむちゃくちゃだよ。いいこと？今は危機的状況なのよ。この際どんな方法だって部員が5人になってくれさえすれば OK よ。まあまあ、ご親切にありがとうございます。じゃあ入部決定ね。なんて強引な。よーし、これで部員5人達成。まあ私が頑張ればざっとこんなもんね。じゃあ早速部室でミーティングしましょう。
ルーリポート第2話牛の国参りの恐怖。ああ狭くて汚いところだけど遠慮しないでね。立花さん、ここは僕の部屋でもあるんだけど。まあ細かいことは気にしない気にしない。さ、まずは自己紹介ね。立花都、2年生、現新聞部部長よ。よろしくね。大見優子です。2年生で、都とは昔から友達なの。新聞部の他にブラスバンド部にも入ってます。桃井めぐる、2年生、この春にこの花学園に転校してきたんだ。はあ、桃井さんも転校生？私も転校生なの、この春から。え、新入生の間違いじゃなくて？じゃあ私たちと同じ2年生？いいえ、3年生。3年生？はい、3年生の水田まりと申します。水田まり？水田まりです。なんか名前まで変わってる。で、あんたは1年生よね？はい、今年入学しました桜庭たけしです。憧れの宮子先輩のいらっしゃる新聞部へ入部することができて嬉しいです。ねえ宮子、部員は5人揃ったけど顧問の先生はどうするの？もちろんそれはちゃんと作戦を考えてあるわよ。私に任せといて。立花さんの作戦、思いっきり不安だ。じゃあ早速作戦決行、職員室行くわよ、めぐるくん。はいはい。あの、野々村先生。おお、桃井か。どうだ、部員は見つかったか？はい、なんとか5人になりました。おお、やったじゃないか。それで、あとはあの、顧問の先生が。ちょっと、立花さん、どうしてさっきから僕の後ろに隠れてるんだよ。先生！立花さん？先生、私たちを助けてください。顧問の先生が見つからないと新聞部は、新聞部は。立花先生、ポケットから目薬が落ちたぞ。あ、やば。泣き落としか、随分と古典的だな。めぐるくん、ちょっと。作戦その1はどうやら失敗ね。次は作戦その2よ。その2って？泣き落としが効かないんだったら次はおだてに決まってるでしょ。よし。さすが野々村先生、もう全部お見通しだなんて、もうびっくりしちゃったな。野々村先生って生徒からの人気すっごく高いんだから。うん、お兄さんになってほしい先生ナンバーワン。ちょっとめぐるくん、君もなんとか言いなさいよ。野々村先生はあの、その、もう何やってるのよ。お世辞の一つや二つ言えないの？ほら早く。その野々村先生、あの、僕はあの野々村先生のことが、その、好きです。ちっかーん。めぐるくん、ちょっとは真面目にやってよね。そんな言い方ないだろ。僕は僕なりに一生懸命に。お前たち結局何が言いたいんだ？先生お願いします、どうか新聞部の顧問になってください。なんだよ、最初から素直にそう言えばいいじゃないか。新聞部か。立花はどうして新聞部を作ろうと思ったんだ？単なる遊びか？違います、私将来ジャーナリストになりたいんです。そして世界中で起きてる事件を取り上げて、困ってる人や弱い人たちの味方になってあげたいんです。ペンが立花の武器っていうわけだな。だから新聞部は夢を実現させるための、小さいけれど私の大切な第一歩なんです。立花、桃井、正式な部への届け出は私の方でしておくから心配しなくていいぞ。それじゃあ今日からお前たちの顧問ってわけだ。
よろしくな。ありがとうございます。立花、桃井の言う通り、小細工をせずに自分の気持ちを素直に言った方がずっと近道だったぞ。ま、頑張るんだな。はい。ただいま。おかえりなさい。みやこ、どうだった？もうバッチリよ。野々村先生、顧問引き受けてくれたわ。まあこれもすべて私の交渉力の賜物ね。あれ、この人誰？あのお邪魔してます。あ、もしかして入部希望者？うん、そうじゃなくて、なんか宮子と桃井くんに相談があるんだって。相談？あ、私中村久美子と言います。それで相談っていうのは私の友達のことなんですけど、私と彼女、いや、リエちゃんは寮の隣の部屋同士なんです。4日ぐらい前のことなんですけど、私なんだかその日は寝つけなくて、2時頃になってもまだ起きてたんです。そうしたらリエちゃんの部屋のドアが開く音がして、耳を澄ましていると、リエちゃんは外の方へ向かって歩いて行ってしまったんです。私気になって次の日も眠れなくてトイレにでも行ったんじゃないの？いえ、リエちゃんが行くのはいつも寮の外なんです。お散歩でしょうか？夜中の2時にこの学園を散歩する物好きはいないわよ。うん、うちの学校って昼までさえ不気味な感じするもんね。だから多分リエちゃん、牛の国参りをしてるんじゃないかって思って見たわけじゃないんですけど。牛の国参りって、あの牛の国参り？あのとかどのとかって種類があるんですか？あれですよ、お百度参りとかお礼参りとか。いや、違うでしょ。あ、前にこの学園で起きた殺人事件を解決したのは新聞部の人たちだって聞いて、だからここで相談すればなんとかなるかもって思ったんです。お願いです、リエちゃんを止めてください。よーし、任しといて。なんだか久々に大物の事件の匂いがするわ。じゃあ今晩1時半新聞部全員女子寮前に集合よ。今回の相談者は2年生の中村久美子、そしてこれからマークするのは青木理恵、同じく2年生。中村久美子は小柄で、青木理恵の方は背が高いため、クラスではデコボココンビなどと呼ばれていた。なお2人の身長は、中村久美子が143cm、青木理恵が170cm で、体重は…橘さん、そのデータどうしたの？ちょっと保健室から。それってプライバシーの侵害なんじゃないの？でも事件の中心人物のデータは取得必要があるわよ。あ、ねえ、もしかしてあの人、青木理恵さんね。あれが先輩、後をつけましょう。もちろん。さ、みんな行くわよ。ああ、もう食べられません。あ、ちょっと水田さん、起きて。水田さんってば。早くしないと行っちゃうよ。急いで後を追うわよ。すぐに追ったんだけどな。めぐるくん、あっちだ、急ごう。この花トゥルーリポート、第3話、消えた藁人形。めぐるくん、あっちだ、急ごう。みやこ、あそこ。あれは青木さん、しっかりして。動かさない方がいいと思う。
頭から血が。宮子先輩、どうしましょう。とにかく救急車、救急車よ。私寮に帰って誰かに知らせてくる。リエちゃん。中村さん、どうしたの。私もリエちゃんのことが心配で来たんです。それで私見たんです。背の高い多分男の人だと思うんだけど、その人が森から逃げてくとこ。きっとリエちゃんはその人に。確かにそれは犯人の可能性が高いわね。中村さん、背が高い以外のことは何かわからない。そういえばなんだか野々村先生に似てたような。野々村先生に。どうしたの。血が、必死に血が。まさかこれで青木さんは。多分この石で殴られたんだ。なるほど。それでうちの国参りをしている被害者を辞めさせようと思い後をつけた。でも私がうっかり居眠りをしてしまったために見失っちゃって。あの時はごめんなさい。私夜は10時間でないとダメなの。だからあの時間は。ミスタさん、ミスタさん。はい。刑事さんが困ってます。必要なことだけ手短に話しなさい。はあ。それで第一発見者はここにいる全員で間違いないね。いえ、一番に駆け寄ったのは宮子先輩です。あの時の宮子先輩、颯爽として毅然として最高でした。俺ますます宮子先輩のことが。桜庭くん。はい、なんすか。刑事さんが呆れてる。あの森はかなり広いが、どうして被害者があそこに倒れていると。声が聞こえたんです。声。はい、キャーっていう悲鳴が聞こえました。びっくりした。脅かすなっつの。青木先輩はやっぱり石で殴られたんですか。ああ、凶器は現場に落ちていた石でほぼ間違いない。被害者青木理恵さんは約5キロの石で後頭部の下部をしたたかに殴打され、現在意識不明の重体。目撃証言も出ていてね、今警察が必死で捜査している最中だ。君たちの友達をあんな目に遭わせた犯人は必ず警察が捕まえるから。その目撃証言っていうのは。中村さんがしたものですね。ああ、そうだよ。先生、中村さんは今。彼女は急に体調の不良を訴えてね。とりあえず先に事情を聞いて寮の自室で休ませているんだ。中村さん、かわいそう。ショックだったんですね。刑事さん、牛の国参りの呪い返しってことは。ああ、まさか警察は呪い返しでしたと結論を出すわけにはいかないんでね。さてと、君たち協力ありがとう。何か新しく思い出すことがあれば報告してくれるとありがたいな。はい、わかりました。ああ、野々村さん、こちらへ。ええ、お前たち、今回の事件にこれ以上関わるな。危ないからな。立花さん。静かにして。では署の方にご同行願います。事情聴取ということですか。今のところは。先生が、野々村先生がそんなことするわけない。立花さん、僕たちは僕たちに今できることをしよう。そうね。そういえば青木先輩は誰を呪ってたんすかね。宮子先輩。そうよ、青木さんは一体誰を殺したいほど呪っていたのかしら。その呪っていた相手が犯人っていうことは。よし、善は急げよ。早速森へ行って調べましょう。でも名前が書いてあるとすれば重要な物証だし、
警察がもう回収したんじゃないかな。まだよ。警察では今のところ凶器に使われた石しか物的証拠は発見されていないらしいわ。いつの間にそんな情報。さすがは宮古先輩です。とにかく行くわよ。わら人形探しなんてなんだか気味が悪いわね。お人形さん、どこですか？普通わら人形はご神木に打ち付けるって言うけど、この辺にご神木なんてないわよ。これだけみんなで探して見つからないなんてどうして。やっぱり呪いの道具だけあって自然と消えちゃったりとかするのかしら。そんなわけは。わら人形が消える、そこにあったものが消えるにはか。誰かが持ってったんじゃないですか？そんな不気味なものを。確かにそれも物を消す一つの方法だよ。でももう一つ物を消す方法がある。それも完璧に。どうやって？手品のトリックの多くは自分が選んでるように思えても実は手品師に選ばされているっていうものなんだ。意味がよくわからないんだけど。カード当ての手品の基本は手品師自身が出したいカードを客に選ばせてるっていうものなんだよ。でも客はあくまでも自分がカードを選んだと思ってるから当たるとびっくりするんだ。めぐるくん、今は手品の話なんて聞いてないわよ。要するにこの逆を考えればいいんだよ。え？僕たちはそこに藁人形があると思い込んでいる。でももしも最初から藁人形なんてなかったとしたら。最初から藁人形はなかった。僕たちは青木さんが藁人形に釘を打ち込んでいるところを実際に見たわけじゃないだろ。それともう一つ確認したいことがあるんだ。立花さん、ちょっとそこに立っててくれないかな。え、普通に立ってればいいの？うん、頼むよ。水田さん、凶器はこれくらいの石だったよね。はい、それくらいでした。いっしょっと。どうするの？もちろんこれを使って立花さんの頭を殴るんだよ。めぐるくん、立花さんごめん。こら、お前宮古先輩に何するんだ。本当に殴ったりしないよ、振りだけだよ。もうびっくりさせないでよ。大見さん、もし僕が今本気で殴ってたら石はどんな感じで当たった？え、どんな感じって？脳天直撃ですね。そう、結構重い石だし、やっぱり頭の上から振り下ろすのが一番確実だよね。めぐるくん、もしかして犯人は。大変、こうしていられないわ。うん、早く行こう。あ、ちょっとどこ行くのよ。中村さんの部屋よ、急いで。待ってください。宮古先輩、俺も行きます。中村さん、中村さん、中村さん、ここを開けるんだ。ダメだわ、中から鍵がかかってる。桜庭くんが今マスターキーを借りに行ってるから。中村さん、お願いだから無事でいてね。持ってきました、鍵です。よし、めぐるくん早く。開いたぞ。中村さん、キャー、中村さん、しっかりするんだ。中村先輩、先輩。この花トゥルーリポート第4話、真実と明日への道。めぐるくん早く。開いたぞ。中村さん、中村さん、しっかりするんだ。中村先輩、先輩。はいはい、皆さんちょっと見せてね。脈はあるから大丈夫。ねえ、宮古、これ。
風邪薬の空き瓶、まさかこれを全部飲んだんじゃ。大変、どうしよう。風邪薬を飲んだの。これじゃあ死ねないから大丈夫。でも吐かせてあげないとダメかも。めぐるくん、肩貸してあげて。たけし君も。はい、みやこ先輩の追いつけなら喜んで。早くトイレに連れて行って吐かせるのよ。わかった。大丈夫ですか？中村さん、はい、冷たいお水。ありがとう。あの風邪薬を全部飲んでも死ねないよ。苦しいだけ。私、中村さん、青木さんを襲った犯人は中村さんだね。犯人らしい背の高い男、そしてその男が野々村先生に似ていたっていうのは嘘で、本当は中村さんがあの場所で待ち伏せて青木さんを石で殴りつけた。違うかな？どうして？中村さんは青木さんが牛の刻参りをしている現場は見たことがないって言ってただろ。僕たちは青木さんを見失って森で迷った。夜中で暗かったし、普段は森の中になんて入らないからね。青木さんの悲鳴を聞いて僕たちが現場へ駆けつけて、しばらくしてから中村さんは青木さんが心配で来たって言ってたけど、本当は近くに隠れて様子を伺ってたんじゃないのかい？そんなこと。じゃあ一度も行ったことがないはずのあの場所へどうして中村さんはすんなり来ることができたんだい？なんなら百歩譲って僕たちの騒ぐ声がしたからそっちの方へ来てみたって言ってくれてもいい。でも青木さんの頭の怪我、これは中村さんでなければつけられないんだ。もし仮に中村さんが見たっていう大男が犯人だったら、どういう怪我になってたと思う？どうって。あんなに重い石で相手に攻撃する、そして攻撃対象が自分よりも背が低い人物だった場合は脳天、いわゆる頭のてっぺんに振り下ろすのが普通だよ。一番楽で力が入れやすいからね。でも青木さんが怪我をしたのは後頭部、それも下の方だ。中村さんと青木さんの身長差は約30センチ。中村さんは青木さんの後頭部を石で殴るのが精一杯だったんだ。背の高い怪しい男を見たっていう証言がなかったら、まだいろいろ考えたかもしれない。中村さんは自分の証言で自分の首を絞めたんだよ。新聞部に相談に来たのは僕たちを証言者にしてアリバイを作るためだったんだね。その通り、全部その通りよ。私が手紙でリエちゃんをあの森へ呼び出したの。呼び出して、それで私取り返しのつかないこと、おまけにとっさとはいえ野々村先生の名前を言ってしまうなんて。だからもうしろって。大丈夫よ。さっき携帯で病院に問い合わせてみたんだけど、青木さんね、峠は越えたって。本当？よかった、よかった。でもどうしてこんなことを？中村さんと青木さんは友達なんだろう？それは。中村さん、私たちあなたの秘密は守るし、話しちゃった方が楽になることだってあるかもしれないわよ。私ここのところすごく成績が落ちてて、それでこの前のテストの時に。まさか。違うの。確かにカンニングをしようと思って準備はしたの。でもやっぱり怖かったし、そこまでして成績を上げたとしてもきっと後でもっと自分が辛くなると思って、結局カンニングはしなかったの。だけど準備してきたカンニングペーパーを試験が終わった後うっかり落としてしまって、
それを拾ったのがリエちゃんだった。わかったぞ。それをネタに脅されたんだな。うん。あれ？一体どういうことでしょうか。リエちゃんは私が落とすところを見たわけじゃなかったの。でも私たちよくノートの貸し借りとかもしてたから。だからそのカンニングペーパーの筆跡からいつかそれは自分が作ったものだってバレるのが怖かったんだ。私バカだ。どうしてもっと早く誰かに相談しなかったんだろう。勇気が、ほんの少しの勇気がなかったばっかりに。私とんでもないこと、とんでもないこと、もう取り返しがつかない。大丈夫、まだきっと間に合うわよ。これからだって。そうだよ、その時は失敗したと思ってたことが実は成功だったなんて人生にはよくあることだよね。今度こそ勇気を出して真実をきちんと話そう。もしもこの花学園にまた帰ってこれたら、その時は私と僕たちはもう友達だよね、橘さん。もちろん。ありがとう。こうして今回の事件は幕を閉じた。少しの後味の悪さを感じながらも、僕たちは中村さんと、そして青木さんがまた元気にここ、この花学園へ通ってくれるといいなと、お互いに話し合ったのだった。今回の記事も上出来よね。やっぱり私って才能あるわ。やっぱり宮古先輩はすんごいです。そうですね。確かに今回の記事も好評は好評だったよ。誰かがさ、真実を書いてあげないと、このままじゃ中村さんは単なる殺人未遂の犯人で終わっちゃうじゃない。血生臭い事件ではあったけど、事件の真相はそれだけじゃない。中村さんの本当の気持ち、寂しさや不安、これって誰もが多かれ少なかれ抱えてることよね。うん、そうよね。そういう人が読んで元気になる記事にしたかったんだ。でもこの裏側の記事は何なんだよ。これは、ああそれはお遊び。この花学園、牛の国参りの恐怖、消えた藁人形の謎って、信じる人が出たらどうするんだ。ね、新聞は真実を伝えることも大事だけど、いかに手に取って読んでもらえるかっていうのも結構重要なの。どんなにいい記事を書いたって読んでもらえなきゃ終わりじゃない。だからこうしていかにもみんなが好きそうなゴシップとかオカルトの記事も入れとくのがコツなわけよ。まあいわゆる客寄せパンだね。せっかくいい記事が載ってるのに、これじゃぶち壊しじゃないか。でも今までで一番部数が出たわよ。私の編集長としての腕を認めてほしいわね。俺は認めてます。私も宮子の言うことには一理あると思うな。宮子さんが部長さんをやっている限り新聞部は不滅ですね。そうよ、新聞部は不滅よ。これからもこの5人で力を合わせて頑張りましょうね。おー、 おー、 あー、そういえば言い忘れてましたけど。何ですか？私また転校することになったんです。ふーん、転校。私実は看護婦さんになりたかったんですけど、この花学園に通うか看護学校に行くか随分迷ってこの花学園に来たんです。でもこの間の中村さんの事件がきっかけで看護学校に進む決心がつきました。そっか、水田さんも自分の夢を貫き通すために前へ進むんですね。はい、寂しくなりますね。手紙や電話もあるし、それに離れてたって友達は友達ですよ。みやこさん、ももいさん、ゆうこさん、桜庭さんもお元気で。あ、もしお元気で亡くなったら私を呼んでください。
水田さんも頑張ってください。ありがとう水田先輩、立派な看護婦さんになってください。お元気で。また会いましょうね。さよなら。さよなら。みんな自分の進むべき道を歩いていくんだな。うん、私だって絶対に世界を股にかけるジャーナリストになるんだから。その時は助手にしてもらう約束だったよね。そうだったっけ。そうだよじゃあよろしく、未来のパートナー。今だって新聞部のパートナーだよ。そうそう、何しろ新聞部は私の夢を実現させるための小さな第一歩。部員ミスさんがいなくなったら部員数が4人ですね。ということはもしかして新聞部は廃部。待って水田さん、結構やめやめ、この花学園に帰ってきて。はあ、明日、あ、いや、立花さんのことだから今日から勧誘活動か。はあ、この花トゥルーリポート第3話、ラブラブわら人形。わあ、めぐるくん、あっちだ、急ごう。みやこ、あそこ。あれは青木さん。牛の子くん参り、呪いは？桃井くん？は？すごい、すっごい、もう効果が出るなんて、さすが究極の恋のおまじない。ゆうちゃん。ああ、久美子じゃない。どうしたの？こんな時間にこんなとこで。どうしたのって、夜な夜なりゆうちゃんが外へ出かけていくから私心配で。なんだ、そうだったの。心配いらないってば。ほらこれ。何これ。これぞこの花学園に伝わる究極の恋のおまじないよ。あの、さっきから言ってる恋のおまじないっていうのは一体。仕方ないわね。じゃあ特別に教えてあげるわ。まずは好きな人の名前を書いた紙を貼り付けたかわいいわら人形を用意して。かわいいわら人形って。この花学園の敷地内の森の中にある伝説の木。で、伝説の木？その伝説の木に、そのわら人形を誰にも見られず7日間、釘を打ち続けられたら恋が叶うのよ。はぁ、ロマンチックですね。水田さん、そういう基本的なボケはいいですから。じゃあ、リエちゃんは、毎晩牛の国参りをして、誰かを呪ってるんじゃなかったのね。呪ってるだなんてとんでもないわ。金槌を振り下ろすたびにね、私の愛を込めたのよ。みやこ、このわら人形のここんとこ、ほら、名前が貼ってあるよ。なになに？ももいめぐる。は？ももいくん。ちょっと待って。私の思いが通じたからこんな夜中にこんなところにいるんでしょ。違うんだよ、それは誤解だから。誤解だよ。待って。待てない。みやこ、止めなくていいの？なんかバカバカしくて気が抜けちゃった。帰ろっと。立花さん、なんとかしてくれよ。なんで私がなんとかしなくちゃいけないのよ。悲しそう。よし、ラブラブわら人形の作り方はしっかりメモしたぞ。これで宮古先輩と。いや、こういうことじゃなくてですね、一体何なのよ、もう。
ねえねえ、あれ知ってる？知ってる知ってる、究極の恋のおまじないですって。さあ橘さん、なに？なんかさ、女子が全員あの話してるんだけどさ。私はしてないけど。なんで知ってるのかな。女の子同士に噂の広まりって早いからね。あのさ、橘さん。うん、なに？何怒ってるの？別に怒ってなんかいないわよ。それならいいけど。よし、全員席に着け。授業を始めるぞ。さてと、今日は前回の続きからだな。いいか、教科書出して。ね、立花さん。うん、何？授業が始まってから、かれこれ45分。なんかさ、女子が全員ずっと下向いて何かしてるんだけど。私はしてないけど。何してるんだろう。おい、お前たち、今日はなんだか様子が変だぞ。おい、こら、今何を隠したんだ。出しなさい。はーい。なんだそりゃ。先生知らないの？究極の恋のおまじないです。このリボンとかレースがゴテゴテついたわら人形がか。そうです。わら人形っていうのは普通は呪いをかけるために使うもんだぞ。だから恋の呪いってやつ。ああ、時間か。仕方がないな。いいか、お前たち、次回はちゃんと授業に集中するように。分かったな。はーい。さてと、せっかくの昼休みだし、ちょっと部室に行こうかな。あ、僕も行くよ。パパ、行く。え、な、なに？あのね、悪いんだけど、髪の毛もらえないかな。あ、抜けなきゃずるい。私にもちょうだい。私にも。一体、何なんだい？おまじないにね、いるのよ。わら人形の中にね、相手の髪の毛を入れるの。だから、ちょうだいね。髪の毛。ちょっと待って。いいわね、モテモテで。じゃあ私はお先に。あ、橘さん、ちょっと待ってよ。あ、モモイくん待ってよ。髪の毛ちょうだい。別に髪の毛ぐらいケチケチしないであげれば。嫌だよ。いいじゃない、減るもんじゃないし。減るじゃないか。せっこい男は嫌われるわよ。それだったらいっそのこと嫌われた方がマシだよ。みやこ。あ、桃井くんもいたの？ねえ、聞いた？何を？例のおまじないの話。ああ、流行ってるみたいよね。流行ってるなんてもんじゃないわよ、桃井くん。え？何？気をつけた方がいいわよ。何しろこの学校って男子が異様に少ないし、桃井くんってすごく目立つのよ。ああ、さっきもクラスで女の子たちに囲まれて嬉しそうだったから大丈夫よ。あれのどこが嬉しそうだったんだよ。嬉しそうだったじゃない。まあまあ、あのね、例の藁人形だけど、どうも藁の中に思い人の髪の毛を入れるっていうのが大きなポイントらしいのよ。知ってる。さっきもクラスでそんなこと言ってたし。桃井くん、髪の毛むしられないようにね。縁起でもないこと言わないでくれよ。だからいいじゃない、髪の毛の1本や2本。あ、桃井くんの場合は1本や2本じゃ済まないと思うけど。みやこ先輩。なんだ、たけしくんか。どうしたの？お願いがあります。な、何や、改まって。これ一生懸命作りました。どうか最後に先輩の髪の毛をください。たけしくん。それは。ラブラブわら人形。先輩、お願いします。ちょっと待ってよ、落ち着いて。髪の毛の1本や2本あげればいいって言ってたのは誰だったっけ？みやこ先輩、これが俺の気持ち質。いやー、
そんなこと言うやつは退部させるわよ。退部。ちょっとみやこ、それって公私混同じゃ。うるさい。この部の部長は私よ。部長命令は絶対よ、絶対。あ、桃井くん、どこ行くの？どこって、教室へ帰るんだけど。あ、いたわよ。桃井くん、髪の毛ちょうだい。私にも。ちょっと待って、ストップストップ。桃井くん、こんな学園生活もう嫌だ。この花トゥルーリポート第4話、伝説の嘘と誠。真似しないでよ。真似なんかしてないよ。してるじゃない。してない。それにしても、それにしてもどうにかなんないもんかしらね。あれ、休み時間におちおち廊下も歩けやしないよ。ん、合言葉、海。広いな、大きいな。よし、入っていいわよ。失礼しますね。なんか学園中がすごいことになってるわよ。ああ、知ってるよ。今もその話をしてたところなんだ。やたらとおまじないが流行ってるわよね。うん、ほとんど怪しい宗教になっちゃってる人たちもいるわよ。私、廊下を歩いてるとよく勧誘されるんですけど、今日も勧誘されてこういうのもらっちゃいました。水田さん、それってラブラブわら人形キーホルダーだったそうですよ。かわいいですね。それからこっちが幸運を呼ぶラブラブわら人形ペンダント、それからこっちがラブラブわら人形絵柄のテレホンカード、それからこっちが、いや、全部見せてくれなくていいですから。もうこんなことがいつまで続くのよ。でもさ、みやこは桜庭くんだけなんでしょ、言い寄られてるの。いや、実はね。みやこが1年生の女の子たちから狙われてる。声が大きいよ。めぐるくん、内緒だって言ったじゃない。まあいいじゃないか、モテる分にはさ。いやよ、私はね、ああいう趣味はないの。よし、決めた。こうなったらラブラブわら人形のルーツを徹底的に調べ上げてやるわ。まあ、何もしないよりはいいかもしれないね。もしかしたら解決策がわかるかもしれないじゃない。さあ、早速図書室へ行くわよ。でもお二人は外をうろついては危ないのでは。あ、そっか、どうしよう。そうだ、私にいい考えがあるわ、任せといて。二人とも準備はできた？私はいいわよ。まあ、宮子さん、よくお似合いですね。はい、あとは帽子をかぶって髪の毛を中に入れ込めば出来上がりっと。どうかしら。もうバッチリ。どっからどう見ても男子生徒にしか見えないわよ。桃井さんはまだですか？あのやっぱり勘弁してほしいんだけど。ダメよ。ほら、私はめぐるくんの制服ちゃんと着たわよ。二人の制服取り替えっこのアイディア、なかなかのもんでしょ。でも、女がズボンはいいけど、男がスカートは。まだ着替えてないの？いや、一応着てはみたけど。じゃあいいじゃない。ほら、さっさと出てきなさいよ。ほら、さっさと来る。いや、やめてくれよ。ちょっと待って。こんなもんかしらね。まあまあ、桃井さんもよくお似合いですよ。もう絶対バレるってこれ。しかも見つかったらこの姿でなんて言い訳すればいいんだよ。心配いらないってば。はい、演劇部からカツラ借りてきたからかぶって。よーし、準備 OK ね。じゃあ図書室へ突撃。オン。
面白がってる。絶対面白がってるだろう。考えすぎだってば。ほらやっぱり、なんでこんなことに。本当にバレなかったわね。作戦大成功ね。すごいですわ。もう好きにしてくれ。さあここからが本番よ。とにかく昔の卒業アルバムや文集、文芸部や漫研の過去の作品なんかを片っ端から調べて、藁人形のことが書いてあるものを探すこと。じゃあ捜査開始よ。藁人形、藁人形ありませんね。藁人形の伝説には根拠がないのかしら。おお、古い文集だな。明治時代のものか。この学校って歴史だけは古いからね。ん？立花さん、これ。え、何？藁人形がどのこうの書いてあるんだと思う。あ、でも字が達筆すぎて読めないんだ。どれどれ。困ったわね。私も読めないわ。ちょっと見せてください。え、水田さん読めるんですか。少しですけど。すごい。藁人形、別れと恋。別れと恋？それから？あのね、縁切りのために相手の髪の毛を入れた藁人形を作ったって。今流行ってるまじないとは全く正反対だよな。それだけ？他にはどうです？ねおかげで親が決めた婚約者ではなくて本当に好きな人と一緒になれたって。縁切りの藁人形と好きな人の恋愛成就か。大見さん、それだ。え、何？藁人形と恋愛成就、最初と最後だけが都合よくくっついて今回の藁人形の話になったんじゃないかな。なるほど、それが今回のラブラブ藁人形の正体。でもそれだとすると、今女の子たちがやってるのは縁切りのまじないっていうことになるんじゃ。こういう時こそジャーナリズムの出番じゃない。真実を世に出さなくっちゃ。それが私たちの使命でしょ。宮子が燃えてる。髪の毛を狙われなくなるのがよっぽど嬉しいんだな。よーし、号外を、号外を出すわ。スクープよ。僕も本当にホッとしたよ。号外を配った後さ、ゴミ箱が藁人形でいっぱいになったんだって。え、それってゴミの収集の人に何か勘違いされるんじゃ。ああ、この学園ってただでさえ怪しい雰囲気だし、神道系の学校なんてそういうのぴったりじゃない。だから先生たちが総出で焼くことにしたんだって。先生も大変だな。まったくね。げえ、あの足音は。ちょ、み、宮子先輩。いやー、髪の毛あげない、あげないわよ。あ、違います。まさかあれが縁切りの藁人形だったなんて。俺はもう宮子先輩に合わせる顔がないっす。なオーバーな。もういいってば。あー、いいえ、それでは自分の気が済みません。なんなりと罰を言ってください。じゃあね、たけし君の髪の毛ちょうだい。はい。あ、俺の髪の毛ですか。あ、構いませんけど、どうするんですか。そりゃもちろん藁人形に入れるんだけど、それでたけし君ともすっぱり縁切り。立花さんなんてね。あれ、たけし君、たけし君。そんなに嫌われていたなんて。あー、宮子先輩すいませんでした。俺、責任取って新聞部は やめます。ちょっと待てよ。冗談だってば。
ああいう脳みそ筋肉みたいなタイプは冗談が通じないに決まってるよ。ああなるほどね。まあいっか。あの子やっぱりちょっと鬱陶しかったし。本当にいいの？いいけど。後悔しない？しないわよ。新聞部の人数はどうするの？え？新聞部の人数？この花トゥルーリポート、おまけ。この花学園新聞部特別企画、あなたの疑問に答えましょう。ところでさ、今日の議題なんだけど、ね、物食べながら喋るのはいい加減やめてくれないかな。もう男のくせに細かいわね。男とか女とか関係ないよ。これってしつけの問題だと僕は思うな。それじゃあまるで私のしつけが悪いみたいじゃない。言っとくけど、私の実家は京都よ、京都。小さい頃からそりゃしつけには厳しい家で大変だったんだから。何水田さん、今日は大事な会議をするからと言われたので来たんですけど。私もそう聞いてるけど。俺もです。あーごめんごめん。じゃあ始めよっか。今日の議題はズバリ、あなたの疑問に答えましょうよ。え、誰が誰の疑問に答えるんだよ。私たちが読者のお便りに。読者ってなんだよ、読者って。それにいつどこでそんなもの募集したんだよ。それは企業秘密よ。まあ企業秘密だなんて大人の響きですわ。みやこさん、ね、ちょっと水田さん、お願いですから肝心なとこでボケかますのやめてくれませんか。でも私はボケキャラ以外にはなり得ないのでは。すいません、失言でした。じゃあ最初の質問ね。あ、これはめぐるくん宛てよ。桃井さんが行ったという極悪非道でハレンチな行為について詳しく教えてください。はい。ほらあれよあれ、初めて私と会った時のあのことを聞いてるんじゃないの。誰が極悪非道でハレンチな行為をしたって言うんだよ。まあまあ、ほら人の噂にはさ、尾びれも背びれも胸びれもイラもいろいろついちゃうわけよ。ここは一つ運命だと思ってスパッと諦めて認めちゃえば楽になるって。すみません、つい魔が差してって言わすな。じゃあ次の質問ね。あ、これは真面目な質問だから大丈夫。めぐるくんは女の子みたいに可愛い顔をしていますが、小さい頃に女物の服を着せられたことはありますか？ちょっと待った、どこが真面目な質問なんだよ。だってあるかないかの二択で済むじゃない。ノーコメント。じゃああるっていうことで、次の質問です。ちょっと待ってって、ノーコメントって言ったのにどうしてそうなるんだよ。答えられないっていうことはそういうことが過去にあったっていう証拠です。ないったらない。そんなことは絶対ありません。なんかさ、そう必死で否定されるとかえってあるって言ってるようなもんじゃない？ねえ。私もそんな気がする。ちょっと、わかったよ。じゃああるよ、ある。はい、あるということで次の質問で。ね、なんであるって答えた時だけそのまんまなんだよ。この花学園はもしかして大阪のこの花区にあるんですか？やっとまともな質問かよ。この質問には水田さんに答えてもらおうかな。はい。この花学園は私たち一人一人の心の中にあるんですよ。はい、心温まる素晴らしい答えでしたね。なんでだよ。次の質問です。ちょっと待った。何よ。今なんか後ろに隠さなかった？隠してなんかない。もうあからさまに怪しい。めぐるくん、今まで私が君に嘘ついたことある？あ、いや、まあ確かにいろいろと嫌な目に遭わされた記憶はあるけど、嘘をつかれた記憶はないような気がする。ね？だから私を信じなさいってば。いや、嘘つかないって言うんだったら出せるだろ？
かったわよ。ほら、なんだ、普通の質問状じゃ。これって全部立花さんに関する質問じゃないか。ち、宮子ってば、質問されたくなくて隠してたの？まあ、じゃあその質問というのは宮子さんに対するあんなこととかこんなこととか。あんなこととかしてこんなこと。桜庭くんが鼻血吹いて倒れちゃったよ。若いですわね。さっきまではよくもやってくれたな、立花宮子。今度はこっちが質問してやる。立花さんへ質問です。ポテトチップスばかり食べるとデブるのでやめた方がいいと思います。それとも何か太らない秘訣があるんですか？ドッグーズバッパバーン。おーい、こらちょっと待てよ。何なんだよ、影の薄い桜庭くん。うん、最近ちょっとね、大薄くて悪かったな、じゃなくって。なんじゃその質問は。あんなことを、こんなことをに関する質問じゃなかったのか。お、桜庭くん、それキャラが違う。いや、もともとこんなキャラだし、もうなんか筋肉まみれでちょうどいいんじゃないの。うん、大丈夫だよ、おみさん。なーい、どんなことなーい。あと何気にきついね。あら、みやこさん、どちらへお出かけですか？立花さん、逃げられると思ったら大間違いだよ。めぐるくん、ダメなの。あのポテトチップスにはね、一人は言えない。それは深い事情があるのよ。だから見逃してね、ね、ね、ね。あのね、みやこはね、ポテトチップスを食べ続けてないと溶けるのよ。あらあら、私はみやこさんは永遠にポテトチップスを食べ続ける呪いにかかっていると聞きましたけど。ちょっと二人とも変なこと言わないでよ。私はね、ポテトチップスを食べ続けないと。食べ続けないと京都弁に戻っちゃうのよ。それは困るんどす。あ、ほら、食べはらなあかんどす。マジなんか怪しい京都弁だったけど、まあいいや。次の質問。立花さんの額、いわゆるデコはとても広いですが、そのデコに何か特別な手入れはしてますか？デコデコ言うな。あれ、もしかしてデコのこと言われるの嫌なの？ああ、また言った。僕何か変なこと言ったかな。デコって言っただけだよね。デコって2回も言った。だってデコはデコなんだからしょうがないじゃないか。ねえ、デコ。桃井さんがあんなに嬉しそうに。日頃の恨みを解消してるって感じね。よくも言ったわね。ああ、デコって言ったよ。言ったらどうだって言うんだい、デコが広い立花さん。これまで私にその言葉を言って生きながらえた者はいないわ。めぐるくん、覚悟。うわっ、ちょっとデコが眩しい。デコが言うな。私がこうやって髪をかき上げてこのおでこを晒すと、あまりの眩しさにみんなが目を開けていられなくなるのよ。ほーら。うわー、でこにやられた。宮子ってば。何？桜庭くんが部室の隅で泣いてるから、もうそれくらいにしといてあげてくれない？俺の宮子先輩がでこふらしちゃ、俺の理想、みやこ先輩はあんな人じゃないんだ。うおいいか、桜庭くん、知らなかったかもしれないけれど、この CD のおまけコーナーにまともなことを期待してくる方が悪いよ。桃井先輩ももしかしていろいろと苦労してるんですか？まあな。先輩、俺さ、涙を拭き。さて、バカな人たちはほっといて、次の質問に行きましょう。うん、じゃあ私が読んであげるね。どうしてこの花学園では変な事件が多いんですか？ゆうこ、それはこの学園のトップシークレットなのよ。トップシークレットってそんな大げさな。めぐるくん、甘いわよ。ま
後に蜂蜜と練乳とガムシロップをかけて、なおかつそれを砂糖漬けにして食べるぐらい甘いわよ。それって私の大好物なの。とにかくその質問にはお答えできません。ということでいいかしら。なんでだよ、僕も興味あるな、この学園の生徒なんだし。知ったらきっと後悔するわよ。大丈夫だよ。じゃあ教えてあげるわ。でもその前にこの学園の歴史から説明しなくちゃいけないんだけどね。本格的だね。いいこと？時は平安時代まで遡るの。平安時代、人々は魑魅魍魎の存在に脅かされ、それを退治するために陰陽師という人々がいたの。なんだか想像以上にすごいスケールの話だね。陰陽師といえば、なんといっても安倍晴明が有名だけど、他にも何人もの陰陽師がいて、それぞれに活躍していたのよ。例えば安倍晴明の遠い親戚。で、やっと戦争が終わって。あの立花さん、かれこれもう5時間以上は話してるんだけど、まだ終わらないの？これでやっと中盤に差し掛かったくらいよ。やっと中盤？だから最初に言ったじゃない、後悔しても知らないって。さあ続きを話すわよ、いいかしら。私そろそろ帰りたいのですが。あ、私ももう帰って宿題やんなきゃ。宮子先輩にお付き合いしたいのは山々なんですが、俺ももう帰ります。ああそう、みんな気をつけてね。じゃあね、お疲れ様でした。お先に失礼します。あ、僕も帰ろうっと。帰るって、めぐるくんの部屋はここでしょ。しまった、そういえばそうだった。さあ張り切って続きいくわよ。どこまで話したっけ、あ、そうだ、戦争が終わったところだったよね。それで戦後の復興のさなかに。地獄だ。ちょっとめぐるくん、真面目に聞いてるの？はいはい、聞いてますよ。聞けばいいんでしょ、聞けば。人がせっかく話してあげてるのにその態度は何よ。どうか聞かせてください、お美しい宮子様ぐらい言ってくれたって罰は当たらないわよ。どうか聞かせてください、お美しい宮子様。ダメ、もっと感情を込めて。どうか聞かせてください、お美しい宮子様。よし、じゃあ続きね。いい？よく聞くのよ。やっぱりこいつは悪魔だ。この花トゥルーリポート。出演は桃井めぐる、石田明、大見優子、土屋美恵子、水田真理、尾身村真由子、桜庭武史、山口孝之、青木理恵、浅井清美、中村久美子、中西珠樹、野々村秀夫、浜田健二、刑事矢部雅彦、女生徒山本愛子、須藤由美子、大竹美香、そして橘宮子は私、川澄彩子でした。